ワモンベニヘビは、ハチュコユーリンムクコブラカワモンベニヘビ属に分類されるヘビ。ワモンベニヘビ属の模式種。インド、タイ王国、中華人民共和国、台湾、日本、ネパール、ブータン、ベトナム、ミャンマー北部模式標本の産地はアッサム。全長オス63.5センチメートル、メス78センチメートル。胴体の列になった鱗の数は13。 総排出口までの覆面にある幅の広い鱗の数はオス182から212、メス208から244。総排出口から後部の鱗の数はオス28から36、メス25から33。眼前板は1枚、目、後板は2枚。粉炭を除く上唇を覆う鱗は7枚。頭部は黒く、白く幅広い横帯が入る。 体色については、配側の地色は赤もしくは茶褐色であり、細い黒色の環状門が取り巻く。地色や環状門の数や形状は産地によって変化する。岩崎はモンベニヘビと台湾はモンベニヘビの体色は似通っており、地色は赤く黒い環状門は約40ほどで、その幅は大陸産種よりかなり太い。また、環状門の両端には、 幅の狭い単色もしくは白色紋が取り巻いており、この白帯が頭部の目の後ろあたりで特に幅広くなっている。覆面はクリーム色で環状紋の間に黒縁がある。以下の亜種の分類、分布はレプタイルデータベースに従う亜種、岩崎はモンベニヘビは常緑紅葉樹からなる自然林や回復が進んだ虹林などに生息し、堆積した落ち葉や朽木の内部で、 発見例がある。アシュ、イワサキワモンベニヘビは、夜間に、渓流の周辺にある、寒木の木の枝での発見例もある。主に爬虫類を食べる。アシュ、イワサキワモンベニヘビは、ブラーミニメクラヘビや、サキシママダラ、飼育カでは、タカチホヘビ類を食べた例がある。紅葉樹林の臨床を住みかとする地表性であり、動作が緩慢で性格は臆病である。動物植生であり、 トカゲや、同類の小型のヘビを捕食する。カキに4から14卵を産む。飼育下でも、同族のヒャンを捕食した報告がある。日本では2020年の時点で、コブラカ単位で、特定動物に指定されており、2019年6月には、愛岩目的での飼育が禁止された。岩崎はモンベニヘビは、個体数が極端に少なく、台湾はモンベニヘビも起産種であるが、 大陸産種は外して普通種で、それゆえか、IUCN による位置づけがされていない。和名の岩崎や、学名の亜種名岩崎は、発見者である、希少技師、岩崎拓南寺にちなんでいる。岩崎はモンベニヘビに限って言えば、これまで被害例はない。そもそも岩崎はモンベニヘビは、外敵に襲われても、ビタムを相手に突き立て威嚇するだけで噛むことはなく。 故に噛まれた記録からして皆無である。また上述したようにこれまで発見された岩崎はモンベニヘビは外して小型で毒性もそれほど強くはなく、口も小さいため物理的に人を噛むのは難しいとされており、故に危険視されていない。ただし東南アジアに分布する種の毒性はかなり強く、タイでは交渉による死者も出ている。であるが、 海外でも噛まれた記録は稀である。ありがとうございます。